ございます。おはようございます。さあ始まりました、山釣り TV 熊本を釣る。私が菊王バイパス店の山本光平です。ホットベリーの竹野です。ホットベリー原口です。と、そして坊主ですから熊丸スタッフに今回はお越しいただいております。はい、よろしくお願いいたします。と、今回のメインターゲットとしては今が旬のイサキをライトジギングで狙っていこうかと思いますので、熊丸先生に釣り方やいろいろ教わりながら、まあ、イサキだけでなく、マダイとか青物なんかを狙っていこうかと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何種類かボーズレスから出てるじゃないですか、ジグ自体が。はい、その中でも今回はこの秀吉を、秀吉メインで。感じですね。でもしグラム数が抑えれそうなら80とかも使っていきますけど、水深が浅くてグラムが抑えるならまだ軽いのも使っていく感じですね。はい、でもしそれでそこが取りにくいようなら120まで使います。はい、前が長いやつですよね、ミディアムっていう番手で、後ろがショートっていう番手の針を使ってます。はい、カッパ取ってよかったですね。入ってきた。じゃあ行きます。止め。あまりしゃくらないです。基本ただ巻き寄りのロッドを震わせるぐらいしゃくるとしても、もうちょっと少なめで大丈夫です。どっちかというともうコーナーでこうやってしゃくって、そんなドラム緩くていいんですか。いや、ダメです。こうやって早巻きで追わせてしゃくって、このテンションホールで食ってくることもあるし、あまり上げすぎたら次もう一回落とす。しか使わないもんね。でもやっぱスピニングでしか食わない巻き量、巻きスピードってやっぱスピードがあるんですか。でも早巻きで食うならそうですね、やっぱそういう時ってあるんですね。今はもう早巻きですもんね。ね、おお、はい、ヒット。えびってるのかな。あ、なんか食っとうとかな。エビってそうやけど、イサキやったらちょっと引きますね。もうちょい引きますよね。エビってますね。いや、なんかついとう。あ、ついとる。エソじゃねえか。やっぱりエソか。おい、エソそうです。やっぱりエソか。おはようございます。おございます。ってことは塩があんまり良くないってことですかね、これは。とりあえず初め釣りしてた高浜から40分ほどですかね、移動してきまして、野母崎の沖ってとこに来ました。まあ、鳥もすごいたくさんいて雰囲気は良さげですけどね、どうなるかやってみましょう。で、早速かかってます。早速かかってます。ジグは落ちません。シーラかな。相当活性がいいんじゃない。着底する前にこいつが、あー、もうダメだな。もうこれ着底前に食うね。これこれダメだ。これきついな。みんなとりあえずシーラヒット中かな。持ってるもん、もうほら。あ、すごい。ごめんなさい、もしかしたらもうかかりました。おー、イサキよ。おー、本命が。すごい、あっさり。シーラがおってその下にイサキがおるとは思うんですけど、シーラーを避ける方法ないですか、先生。これちょっと遅くした方がいいかもしれないですね。逆に、うん、シーラーどうかだったの。そうでしたね。基本的には一緒でいいですか。一緒です。基本はもうただ巻きからので、フォールも意識してください。シーラーですね。シーラですね。家康にしようかな。家康 80g に変えました、僕。はい、わお、
もうリアフック外します。重いですか？じゃあシーラップス。いや、エッソーか。どうぞ。エッソー。お、来た。先だ。でかい。先。よいしょ。誘ってからのホール。やったー。ホールですか。大きいホールを入れた時に。今なんとなくもう分かりましたね。やっぱ早巻きで反応させて、ホールはもうショートホールでもいいんで、一回煽って送り込んで、で、まあ、そのホールの時に止まったんで。いや、さすが金丸先生。さあ、これはイサキっぽいよ。ホールで食ったよ。これはイサキじゃない？ホールで来たよ。慎重に行きます。とりあえず決めのイサキかもしれないんで。あ、イサキだ、イサキだ。さあ、イサキ。もらいましょうか。はい。よいしょ。やばーす。おー、来たー、イサキ。来ました、やっと本命イサキ。山田、パターンは？パターンはホールでしたね。やっぱ巻き後のホール。あ、分かりました。こん気持ちいい、かけた感のある気持ちいい当たりでした。やばーす。これは、あ、ヒレ、ヒレ切れちゃう。船長、これは来たかも。イサキちゃん、これはイサキかも。行かない。え、そうですわ、それは先生。あ、いや、ちょっと上に行き始めた。僕の得意業種で一緒です。違うかな、これは。ちょっとごめんなさいね。こっちか。行かないです。シーラだ、多分。違うか。ごめんなさい、ごめんなさい。シーラ違う。シーラか。シーラっす。違う。あ、違う。すごい、すごい。いや、それはいいお土産ゲスト。あ、ごめんなさい。これはいいやつじゃない。どなたですか？なんだ、これはシーラです。でもボトムやったけどね。俺もだいぶ。サバかな。いや、でも叩く。叩いてる。サバイブレーション。はい、イサキです。さすが。はい、2匹目。ちょっとサイズアップしたかな。着底後すぐだったっすね。はい、2匹目です。タイです。おお、タイ。タイです。おお、ダブルタイ。トムで食ったってことはやっぱホールっすね。これもホールで見て。はい、よいしょ。やばい、そこに乗り切れんかったのがちょっと悔しい。早くないですか？マダイと思ってやり取りします。早くないですか？マダイと思ってやり取りします。いや、もうちょい叩くしてマダイな。冷た。その引き方は？いや、小刻みに引いたやつが。レンコかな。レンコちゃん。あー、かかった俺も。でも結構上の方、はい、下の方だったよ。全然違うイサキでした、ごめんなさい。あー、すげえ。俺もイサキやね。もう着底する前でもさ、ボトム着底する前のジグがサミングしてたんで、ゆっくり落ちてる時に止まったっすもんね。ポンって多分イサキっす、これも。ほら、イエイ。おー、イサキだ、みんなイサキだ。3匹目あげますね。あ、来た来た、ボトムで来た。マジですか？やっぴー。いや、なんか血が叩いてる。完璧ね。いや、でもちっちゃい。はい、やっぱ後ろっすね、ほら、この針の。結構早かったね。早かったですね。ボトム着底前にも来てきた。後ろの針。あ、ごめんなさい。何が。あ、止まり。いや、ダブル。
来た。あ、やった。よかった。本命取れた。一人だけ取ってなかったの。一気に釣れ始めた。それはそれでなんか面白いですね。でかいじゃないですか。ナイス方法や。しかもでかいし。ナイスサイズ。楽しい。あと何匹行きましょう。あと5匹は行きたいですね。この竿も使いやすいですね。これは山賀ブランクスから今年出る新商品のシーウォークライトジギングっていうモデルなんですけど、それの 64L ですね。軽いし、こういうライトなアクションのしゃくりだったらすごいアクションさせやすいし、フッキングもバッチリ決まるんで。特徴としては軽い部分。軽い、まず軽いのと、軽いのが一番ですね。で、このバットがちゃんと張り持たせてあるんで、ティップは柔らかい目だけど、なんで腹筋がしっかり決まりますよね。このやっぱフォールの釣りなんで一応合わせなきゃいけないんで、この時の腹筋がしっかり決まるんで、すごい使いやすいです。 64L で今 80g 使ってるんですけど、ベストな感じですね。 80g。 ありがとうございます。サメ、サメ、アジサメ。もうこうなったら10種目行きたいですね。アジとサメとタカ、あと1種類。このライトジギングのいいとこそこですよね。いろいろ狙えるってのがやっぱいいですよね。シイラです。ピョン。気抜いとった。気抜いてたらシイラです。気抜いたらシイラ。ねえ、そっちの方がいいかもしれないですね。なんか今は赤金です。でやっぱりちょっとスーパーライトになるとゴールド系がすごく当たってるので、今ゴールド系にしてます。これがなくなる。今何もせずに食った。イサキっぽい。これはちょっとでかそうですね。お供やけに何。あ、横筋増えだですね。リアが大事ですよね。リアフック大事ですね、本当。寝魚系はまだ釣れてないんで、ないお供ネチネチやりましょうか。寝魚系釣りたいですね。寝魚2種と、寝魚の場合はもうすごい簡単で、ボトムをステイさせたら入り込むんで、結構面白いです。本当だね。パターン終わったからね、俺のパターン。魚がいるかいないか、多分いればそのパターンでしっかり取ってくるんですけど、さっきのイサキボールに入れてたんで、はい、イサキがもう群れになってたんですよ。ずっとやってたらまた食うって感じ。僕はその間マダイをビビったな。これ家康から藤吉郎の赤金 80g に変えてみます。当たりがなんかなくなってきたんで変化をつけて。はい、目ですか。え、天然物イサキですか。うわー、何でしょうね。なんか当たったな今俺も。なんだろう、多分あれさっきのっぽいけどな。イサキかな。イサキかあれかどっちか。違う、クジラトだ。でかい、でかい。8魚種目。わあ、すごい。まだー。でかい。キジハタ。アコウってやつですね。まだーす。よいしょ。何もしてません。何もしてません。合わせただけです。やっぱ赤金根魚も好きっすよね、こういうゴールド系って。大好きです。根魚はグローまで大好きです。8魚種目。巻き出しに合わせただけです。あと2種目。おー、ナイス。来たー。お久しぶりです。あ、開いた。よかったよかった。もうめっちゃ跳ねよう。青物に追われよう。シイラが追われよったっすね、今。本当ですか。あ、違う、天井か。
船長か。タイヤマが切られてる。やばいやばいやばい、こっち来てる。今シーラが跳ね寄ったっすもんね。やばいやばい。なんか青物に追われよう。今も追われてたみたいな。念願のシーラ。やっと落ち着いたと思ったのに。今さっき逃げ寄ったっすけどね、シーラが。なんかおるんすかね、青物が。捕捉するやつが。めっちゃ気になる。それを釣りたいな。めんどくさくないですか、でもこのタックルでかけたら。いや時間かかります。うわやばい。上まで誘ったらまた危ないやつですよね。てか僕今誘っちゃってました。でダブルシーラーでこれ釣るときってこの跳ねるときにジグ離れちゃうから、このギリギリまで巻いちゃうんですよ。これギリギリまで巻いちゃうとジグが飛んでも人に飛んでこない。ですんでお先の30センチぐらいまで巻いてあげて、ロッド、バットを持ってから。いとーいいですか。うわーちょっとは岬っぽいけどエソっぽいようでもある。固まってきたっすね、魚が。また地合突入しますかね、そろそろ。俺はボトムやったっすけど。ホールで食ってました。ホール中に。なんだ。先だ。あげますよ。よいしょ、売り棒。着底する前に来た。もう着底する前に来ちゃってました。シルバーが効いてるんですかね。シルバーです。日中はやっぱシルバー系のナチュラルベイト。シルバー、さすが先生。さすが。ボトム。絶対違う。違うと思う。もう引かなくなったエソだ。この早巻きの時に当たると気持ちいいんですけどね。子供にとってただ巻きです。で中層ぐらいまで巻いたらまた落として。巻きスピードはいろいろ変えてみてください。マダイで飾る。このために取ったね。そうですよ。マダイはでも釣れてますからね。あ、そうか、釣れてるかも。そう。レンコダイで飾りましょう。来た。おお。来たかな。ボトムネチネチ。ボトムネチネチ。あ、これ運命の瞬間。10種目目だったらボーズステッカーをプレゼント。そうじゃない。もう時の3もヒット。なんかでかそう。煮魚でかいのじゃない。なんすかそれ、その地合。ボトムネチネチの地合です多分。さあ、あごめんなさい。お、イサキ。この沈黙を破る。すごい。イサキ。ほとんど巻き上げてないです。はい、ボトムネチネチできました。イサキごひな。同じ家康でカラーをシルバーに変えたら。うわー、やばいやばいやばいの上がってきた。やばいよやばいよやばいやばいやばい。大門や。十種目目。これまあ、ぶり上げダメ、ぶり上げダメ。切れるんじゃない。口切れ。あーよ、もうナイス大門でかい。ナイスタイ。すげー。あ、すごい。なんでいただき。いや、もう差し上げます。もう差し上げますよ。なんでも釣れちゃう、ボーズレスジグ。すっげえ。さすが。
ね、すが竹野さん。ねえ、でかい。そうそう来ないっすよ、その。ねえ、ですよね。大門でここまででかい。江戸選手、こんなもんなんですか、大門って。で、今回使ったロッドを説明していきます。2本あるんですけども、メインで使った1本が、ヤマガブランクスから出てるシーウォークライトジギングの 64L っていうモデルですね。こいつに PE の 0.85 を入れて、だいたい水深が40から60ぐらいの浅めのとこで 80g までのジグをメインに使ったのがこちらの1本と、もう一つが同じヤマガブランクスから出てるシーウォークライトジギング、こちらの 64ML、 一つ硬い番手ですね。こちらを、まあ、水深がもうちょっと深いとこで80から 100g をメインに使った時はこっちのモデルになります。どちらも共通して言えることなんですけど、まあ、ティップは少し柔らかさを持たせても、このバットの部分はしっかりと張りを持たせてあるんで、まあ、ティップで今日みたいにティップでちょこちょこしゃくるようなしゃくり方がすごい非常に向いてますね。でしっかり合わせるときはここでバシッと合わせが決まるんで、今日みたいなイサキジギング、ライトジギングにすごい向いてる竿だと思いますので、皆さんよろしくお願いします。今回使った、ルアーの方を紹介させていただきます。今回使用したのがこの3つ、上から秀吉、家康、藤吉郎のジグを使用しました。でこの藤吉郎と秀吉に関してはただ巻きだけでもすごく泳ぐので、ただ巻きで狙うマダイとかにおすすめです。でもう一つのこちらの家康、こちらはですね、とても抜けが良くて操作性が良く、ホールとかでもですね、ひらひら落ちていくので、ホールで狙うイサキとかにはすごくおすすめの軸となっています。こういったですね、ただ巻きで釣れる藤吉郎、操作性のいい家康でいろいろ釣り分けができると思いますので、皆さんも頑張っていろいろ狙ってみてください。お疲れ様です。お疲れ様です。港へ帰ってきました。だいぶ釣れたんじゃないですかね、今日は。よく釣れましたね。何魚種でしたっけ、全部で12です。12行きましたね。イサキ も、まあ、ぼちぼち釣れて。そうですね、よかった。すべて熊丸先生のおかげです。ありがとうございます。ゴーズレスジグのおかげです。まだまだシーズンも始めということで、これから何月ぐらいまで行けるんですかね。8月中旬ぐらいまでは引っ張れるんじゃないかなと思います。で放送がちょうどある頃もバッチリ釣れてる時期だと思うんで、皆さんもチャレンジしてみてください。それではイサキジギングでした。